性箱フィラーとコンペエディションですね。一番はゲーム性を高めてね、肩の小さいチヌから大きなチヌまで、どんなサイズであろうと楽しみながらやり取りができるというところがこの竿の最大の特徴かなというふうに思いますけど、ね、今回、シマノから初めての肩軸リールですね、下向きのリールが出たんですけど、それに伴ってグリップ、ホールド感を考えた上で EVA グリップですね、非常に握りやすい状態になってますんでね、 M と H がありましてね、バットの硬さで、ミディアムとハードの2種類が選べて、かつ長さも130と145のどちらかが選べるということですね。一番はもう好みでね、チョイスしていただいたらいいんですけども、例えばカセなんかですと水面までが近いですし、130があればいけますし、145の方は深場であるとかね、あるいはちょっと周りにロープなどの障害物があって、ある程度強引にやり取りをしたいとか、そんな感じで使い分けてもらえばいいと思うんですけどね。これ攻め調子という調子でしてね、これまであります正波光シリーズの中でですね、先調子とエビ調子というのがあるんですが、そのちょうど間に来る調子なんですけども、常に手持ちで終始攻めていく釣り方に非常に適しているという、そういう考え方で作ったんですけども、まず手で持ってて、やっててもブレないというね、ブレずにどんな小さな当たりも見逃さないというところが非常に私も気に入ってるんですけども、急潮の釣り場であるとかね、あるいは2枚以上になりやすい深場の釣り場なんかでも、竿先穂先が負けずにね、しっかり当たりも捉えてくれるという、そんな調子ですけど、穂先へ行くほど数値の少ない、例えばエビ調子90対10ですし、この攻め調子は85対15ですけどね、浮きで言うと玉浮き、入るのが割と抵抗もあるし、一旦こう引き込まれても戻りが早い、反発が強いんでね、その代わりどんな小当たりでもこう取りやすい、一瞬でこうチヌなんか特にスワーンと吸い込む当たりがこう出て、その後で食い込んでいくんですけどね、この硬くすることで、硬くというか先の方で調子を出すことで、本当にちょっとした小当たりでも出るんですけども、そこから先の食い込みがやっぱりこう穂先自体がこう戻る力が強いですから、反発が強いですから、食い込んでいこうとする部分に対して相反するこう戻る力も発生するんでね、そこは釣り人側の技術でこう離されないように、より抵抗なく食い込んでいくようにこう送り込むというか、ついていったりとかいう、動作が必要になってくるんですけど、一番はそのやっぱりどんな釣りのスタイルをするか、これによって合わせていくというのが一番ですよね。正波光 60SP ですね。肩軸リールというのはね、もともとは中古型の特に数狙いようというかね、そういう時に非常にその一連の動作がスムーズにできて、なおかつウエイトが下に来ますんで、手首にも負担がかかりにくいということで便利ではあったんですが、大きいチヌがね来たりするとやっぱりどうしても向かなかったんですね。大きいチヌに関してはもう両軸リール、従来からの両軸リールががっちり親指でホールドできて無理なくやり取りができたんですが、中古型用としてだけではやっぱり終わらせたくないということでね、ドラグをつけたんですが、ただしドラグを、きつい状態に締めてしまいますと糸が出せないと。その時にですね、どうしてもクラッチをフリーにしたままでね、やるしかないんですが、その状態で魚がかかって引っ張り合いをした時にですね、ハンドルを回し始めた瞬間ギアがねガッとこう噛んでしまったりとか、あるいは
舐めた状態になったりしてね、空回りしてしまうというような、あのそんな問題も多いもんですから、そうならないようにね、クラッチとは別に、これはまあ後ろ倒しでクラッチですね。でこの場合はハンドルを回せば元に戻るんですが、ちょい出しクラッチというね、画期的なあの機能をプラスしてもらいましてね、それが 前に倒すと、あの倒してる間だけフリーになるんですね。こうで離すと元に戻ると、これがもう一番の魅力というか、これは非常に便利ですね。あの特に潮の速いところで流し釣りなんかした時にね、あの腕いっぱいまで竿で行って、でさーっと糸を出したい時にでまた流していってという、その繰り返しが非常にスムーズにできますし、指で押してる間だけあのクラッチがフリーになってますんでね、離した瞬間元に戻りますんで、これはもう大変便利ではないかなというふうに思います。最大では、ね、50センチをちょっと超える、いわゆる年なしももうすでに釣ってますし、で小さいところではね、あの手のひらにあのちょっと毛が生えるぐらいのやつも釣ってるんですが、どのサイズをかけても本当に楽しめる、面白い竿であるということと、やっぱりねかけて魚がね浮いてくるまでっていうのは、どっかやっぱりハラハラドキドキ感っていうのがね、あのないと全然楽しめ方が違うんですけどね、これはもう本当に魚が玉網に入るまでハラハラドキドキしっぱなしですし、でそれでいて、ね、あの魚に負けてしまってどうすることもできないということも全くない、あの終始こちらが、有利な立場の状態でやり取りができるんでね、これはあの、まあ、実際にね使っていただくしかないんですが、使っていただいた上で私があのコメントしている話がなるほどというふうにあのご理解いただけるんじゃないかというふうに思うんですけどね、面白いです。